メール、チーさんルをご覧の皆さん、チーでーす。イエイイエイ。いやー、この前うっかり6時頃新宿大橋渡ったんだけど大渋滞だったよ。平日のこの時間いつも渋滞しているんだよね。次の日渋滞についてブツブツ文句言ってたらねえ、チーさん知ってる？昔新宿大橋有料道路だったんだよって言われて。 マジでってなったのそれでね調べてみたら本当だったのだから今回は昔新宿大橋は有料道路だったって本当をお送りします新宿大橋は島根県が管理していた有料道路だったみたい島根県道37号の一部ってことで島根県が管理してたんだって色々調べてみて 当時の写真は見つけられなかったんだけど、昔の地図を見ると確かに料金所らしきものが写ってるの。あと、当時と今とでは道路の形も少し変わっているんだよね。1971年7月1日に開通して、大橋川の南側に料金所があったみたい。地図を見たところ、料金所があった場所はだいたいこの辺かな。 普通乗用車は橋を渡るのに1回50円。リーズナブルー地位の周りの年配の人に聞いたら、懐かしいお金払って渡ったことあるって言ってたよ。しかもね、自転車で渡るのにも料金が必要だったみたいなの。徒歩で渡る時も取られたのかな当時を知るリスナーさんがいたらコメントください。 それで、なんで今みたいに無料になったかというと、1981年7月1日には無料化されてるんだよね。ちょうど10年間有料道路だったってこと。この10年で何があったのかなこちらもご存知の方がいたらコメントください。めっちゃ気になるまあ何はともあれ、橋の上で車が渋滞するってことは、 この橋は松江市民の交通に必要だったって証明ができたわけだよね。地位もよく利用するし、でも渋滞は嫌い。以上、昔新宿大橋は有料道路だったって本当をお送りしました。また見てごしないね。バイバイ。